序盤はメキシコが激しい守備からの、カウンターでペースを握る。ブラジルも10分過ぎからは、盛り返し、ネイマールを中心にメキシコゴールを、攻め立てる。25分にはダニエウ、アウベスの、右クロスにネイマールがヘッドで、合わせたものの、シュートは相手 GK オチョアの、ファインセーブによって阻まれた。35分には右 CK からフレッジが、ヘディングで狙ったが、これも GK の正面を、突く。メキシコも41分に、ホセ、バスケスがペナルティエリア外からシュートを、放ったものの、惜しくも枠を捉えらない。両チームともに均衡を、破れず、前半はスコアレスで終了した。ブラジルは後半から、ベルナールを投入。すると早速同2分、そのベルナールが右サイドを、抜け出し、クロスを入れるが、走り込んだネイマールが触るより先に、メキシコの守備陣がクリアした。その後はメキシコがペースを、つかむ。後半10分前後には、バスケス、ドス、サントス、オリベ、ペラルタが立て続けに、シュートを狙い、ブラジルゴールを脅かしていく。状況を打開したいブラジルは、後半23分に女王、投入し、さらにギアを入れる。その直後には左クロスを、巧みにコントロールしたネイマールが、左足で狙うも、シュートはまたも GK オチョアの、ファインセーブにあった。同31分にもベルナールの、スルーパスに抜け出したジョーが、シュートを放ったが、これも枠を外れる。後半41分の、チアゴ、シウバのヘッドも、GK オチョアに防がれた。その後も勝ち点3を目指し、最後まで攻勢を仕掛けたものの、結局メキシコ守備陣を、崩せず、スコアレスドローに終わった。